ユーリ・ボロンツォフ・ユーリ・ミハイロビッチ・ボロンツォフは、ソビエト連邦及び、ロシアの外交官。夫人との間に、カズメがいる。趣味は、自動車と造園。1929年10月7日レニングラードに生まれる。1952年モスクワ国際関係大学を卒業し、ソ連外務省に入省する。入省直後は欧州局に勤務する。1954年ソ連国連代表部勤務となり、ワシントンに駐在する。1958年帰国し外務省本省の国際機関部勤務となる。1963年参事官として、再び国連代表部勤務。1965年外務省、国連機関部次長。1966年、駐アメリカ大使館参事官として1977年までアメリカに赴任した。この間、1956年にソ連共産党に入党している。1977年ベオグラードで開催された全欧安保協力会議にソ連代表として参加。1970年駐米公使となる。1977年12月から1983年1月まで駐インド大使を務める。インド大使としてはソ連インド間の友好関係を深めることに意を用い、レオニード・ブレジネフ書記長の訪印、インディラ・ガンディー首相との印ソ首脳会談の成功のために尽力した。1981年共産党中央委員に選出される。1983年駐フランス大使を経て、1986年ソ連第一外務次官となる。1987年、中距離核戦力全廃条約締結では、事務方として、ゴルバチョフ書記長、エドゥアルド・シェワルナゼ外相を支えた。1988年駐アフガニスタン大使に任命され、外交面からソ連軍のアフガニスタン撤退を進めていった。1990年第一外務次官兼駐国連大使として再び国連に赴任し、米ソ軍縮交渉のソ連側首席代表などを担当した。しかし、1991年8月クーデターが起こり、ソ連は崩壊し、ボロンツォフ自身も共産党を離党している。その後、エリツィンの外交、対外政策担当国家顧問などを経て、ロシア外務省に移り、1991年から1994年まで国連大使、1994年から1998年まで駐米大使を務めた。アメリカ大使時代にはユーゴスラビア内戦や北大西洋条約機構の東方拡大について各国と交渉した。2000年国連事務次長となる。晩年はモスクワに住んでいたが、2007年12月12日に78歳で亡くなった。ありがとうございます。